どうもこんにちは、こんばんは、白老ゆうやっとゆうたんです。はい、ということで本日はついて動画でございます。イエーイということでですね、今回皆さんちょっと、させていただけたらと思うんですけど、ランクがね、前回撮ったガチャ動画とは異なるんです。これだいぶ低いよ、はい、だいぶではないですけど、まあ、低いね、ランクにはなるんですが、今回ですね、こちらゆうたんさんのアカウントでございます。はい、はい、ゆうたんさんも始めてくれましたので、多分まだ3日目、はい、そうですね、まだ全然ちょっと期間は経ってないですけど、はい、もうすでにランク14とね、結構授業やって進めてくれてるので、イベント終わりからです。はい、そうですね、イベントちょっと残念ながら、参加はできなかったんですけども、それ以降にちょっとプレイしていただいてるので、今回ゆうたんさんのね、ガチャ動画をちょっと一緒に撮っていけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、では、早速ですが、ちょっとショップから買っていきましょうか。これやんな、はい、そうですね、マジカルキーの10個セット。はい、はい、これね、一応体力回復のもついてるんでね、 AP がね。では、一旦ですね、戻っていただきまして、はい、ではまずゆうたさん、ちょっとカード状況を見ていきましょうか。はい、ゆうたさんがどういったカードを選んだのかということで、最初の、推しキャラ選択は SR の、はい、こちらですね、はい、はい、カリムくん選んでおります。カリムくん選んだんですけど、この前のイベントがカリムくんのイベントだったんですよね。それ聞いてからなんかな、はい、実は言うと、はい、まあでもね、イベント SR しかゲットできないっていうところもあったので、まあ期間限定というところもあったんですけど、まあ伊藤さんは最初カリムくんで、まあ、SR は始めましたと。はい、はい、でその後のマラソンガチャですね。はい、マラソンガチャに関しましては SSR1 枚確定なんですが、 SSR こちらですね、はい、エースくん、で始めましたと、はい、いう感じでございますね。まあ、どっちが本当の推しなのか私もわかりません、未だに。はい、本人に聞いてください、皆さん。未だにまだわかんない、決まってないですよね。決まってない。決まってないということで。はい。で、まあ一応今回もエース君のちょっとバディをね、ちょっと見ていこうかなと思うんですけども、エース君のバディがこちらでございますね。はい。しかもこれエース君、なんとですね、ユータンさんの推しキャラであるカリム君もバディーボーナスに入ってるんですよ、実は言うと。すごいですね。あ、そう、なんか向こうが入ってたよね。そうそうそう。そう、うん、あの、向こうも入って、向こうも入ってんですか？カリム君も。ちょっとわかるんですけど。入ってなかったかな。はい。エース君はカリム君と、そしてケイト君とデュース君、がいることによって、バディボーナスが、入るということなので、今回はもうユータさん誰を狙っていくかというところなんですけど、まあ、ここら辺のメンバーが当たればっていうところですかね。そうかな。うん。うん、バディボーナス活かしていきたいというところなので、では、早速ですが、ちょっとガチャ動画に行きましょうか。ガチャ画面に行こうね。はい、ガチャ画面行きましょう。では、楽しみですね。で、一旦、どうしますか？ユータンさんは通常召喚を引くか、それとも今来てるね、このサバナクローピックアップを引くのかというところなんですけど、私はですね、通常召喚を引かせていただきましたね、前回の動画で。見事、神引きを見せることができました。じゃあ、通常召喚にしようかな。まあそうですね。うん。通常召喚ですかね。さっきのバディーボーナス見た感じね、キャラクターとかも通常召喚にいるキャラが多いので、ということで、通常召喚でいきたいと思います。はい、すいません。プリコネのね、通知が来てしまいましたが、別のアプリもユータさんやっております。ぜひともお楽しみにということで、うん、じゃあ今回通常召喚で、ちょっと、引いていきましょうか。はい。はい。では、通常召喚よろしくお願いいたします。はい。一応、カリム君も SSR いますね。確か。いたのかな？いた気がしますね。確かですけど。はい。はい、では、行きましょう。初ガチャですね、ユタさんも。うん、最初の10連以降、うん、初めて、ね。あ、カラス。私もね、あ、カラス1枚。あ、でも私、カラス2枚来たんですよね。カラス？羽じゃないの？羽、そう、羽2体。最初のカラス1枚やったじゃないですか。1体飛んできて。うん、どうなんやろ。ちょっと演出もね、まだあんまり、2人ともちょっと把握しきれてない。まあね、ユタさんも初めてですからね、ガチャ引くのはね。どうだというところで、これはレアかな。おー、カリム君、ユータンさんの推しですね。推しやね。はい。推しかな、推しなのか分かんないけど。で、ね、カリム君でございますと。いつでも頼ってくれていいんだぜ。もうカリム君ね、エース君とバディーボーナスあるんで、ユータンさんのね、推しとしては相性バッチリなんでね。わあ、めっちゃ出るやんカリム君。また違う衣装やね。違う衣装ですね。別バージョンのカリム君でございましたと。結構ね、衣装もいろいろあるんですけど、多分レアどうなんだろう ?3 種類ぐらいなんですかね。2、3種類というとこだと思うんですけど。さあ、あのね、鍵開けた瞬間の演出がちょっと華やかだったら、
まあ、SR なのかなというところですね。 SR 以上というところで、はあ、今のところ私の予想としてはって感じなんですけど、さあケイト君ですね、まあ、今回こちらの10連 SR が1枚確定というところなので、その SR が何が出るかな、ちょっと鍵 S が微妙ですね。さあまたですねでも別衣装ではないか、一緒の衣装か、かぶりやね、はい、かぶりですね。かぶりの場合はこんな感じで限界突破、あ、これ熱いですね、これ SR 以上ですね。さあ何かという文字が出てきた SSR、 あでもトレイ君の SR 俺が欲しい、あ、そうなんや、はい、私トレイ君欲しいんですよね今。 SR トレイ君素晴らしい。こういうのはまあ、ゆうたんさんの場合、エース君に関しては、デュース君と、ケイト君でしたっけ、うん、が、バディーボーナス、カリム君か、3体なので。トレイ君ね、私欲しいんですよね。リドル君のバディーボーナス、トレイ君入ってるので、あとね、トレイ君が揃えばというとこなんですけど、さジェイド君。まあ、SR は2枚確定というところでありますね、最後は。SR なので。最後 SR なんですね。そうですね、SR 確定ですね、10連は。なんで基本的に多分ガチャは SR 狙いで、まあ、10連引いてった方がいいんかなというところなんですが。まあ、なんといってもね、これ SSR 1.5% というね、結構ユータンさんもいろんなアプリやってますが、結構低いですよね。うん。うん。結構低いんですよね。なので、私前回本当に初っ端出たんで、多分今後当分 SSR 出ないんじゃないかなっていう、ちょっと心配ではあるんですが。さあ、この感じだとどうやろう。SR 最後、だけって感じになっちゃうんですかね。どうでしょうか。これもレアっぽいですね。なかなか出ないね。あ、めっちゃ出るね、カリムくん。すごいね。カリムくん限界突破。さあ、これ最後かな。SR 以上ですね、今の演出は。さあ、ここはどうだ。文字が出てくれば SSR ですが、SR と。はい。エーペルくんかな、うん、エーペルくんでございましたと。以上かな。10枚。さあ、ユータさんのちょっと残念ながら、狙いのキャラは出ませんでしたね。はい。まあ、ということで、一応 SR2 枚ですね、ユータさんは。ちょっと確認していきましょうか、1枚ずつ。じゃあ、まず最初に当たった SR がですね、こちらですね。はい。トレイ君でございますね。ハーツラビルのトレイ君でございましたと、魔法どんな感じでしょうね。タイプはアタックタイプですね。魔法は、水属性と火属性ですね、うんうん。はい。で、一応、あ、エース君いますね。うんうん、なので、まあ、このトレイ君とエース君を合わせることによって、このね、エース君のバディボーナス効果が得られますよ。あれ、エペルもいけるよ。あ、エペルもいましたね。エペル君も今、先ほど、多分 SR で当たりましたよね、うん。ちょっとエペル君も見ていきましょうか。エペル君はタイプがディフェンス型というところで魔法を見ていきましょうか。魔法どうでしょう。水属性と無属性ですかね、うん、はい。で、バディボーナスに関しては、うん、トレイ君も入ってないんですけど、まあ、トレイ君とエペル君でね、一緒にバディボーナスもできるので、うん、そういう意味では SR もね、いいキャラ当たりましたね。トレイ君からこのエペル君のバディボーナスも使えるというところで、まあ、なかなか SR もいい相性のカードが引けたんじゃないですかね。はい、ということで。まあ、残念ながらね、エース君のバディーボーナスの狙いキャラはちょっと今回出なかったんですけども、まあ、次回ね、7月7日に新しいイベントがございますので、そちら楽しみですね、ユータさんをね。初のイベントでございますね。うん、ちょっと。イベント何するかまだ全然わかってないですけど、ね。まだあまり、ちょっと自分も詳しい内容は見れてないですけど、まあ、ね、新しくね、こちらの、イベントが来ますと。どういう感じなのか多分ね、書いてあると思うんですけど、あんまね、がっつりまだ見れてないので、まあ、こちらもありますと。で、さらにですね、ガチャ。ありますと。ムユタさん、ちょっとね、エース君、SSR ね、せっかく始めてもらったので、今回こちらのね、SSR のエース君も、ぜひね、ちょっと狙って、まあ、次回、7月7日以降、ちょっと引いていただけたらと思いますね。うん。一応、SR エペル君もね。なんなら今日ね、SR 引いてましたからね、エペル君ね。さっき出たけどな。はい、さっき出たキャラの SR も期間限定で、この花婿衣装で7月7日に出ますよというところなので、まあ、ぜひともね、ちょっと次回以降私とエーターさんもね、ちょっとこちらの、
新ガチャ引いていけたらなと思いますので、皆さん次回のね動画も楽しみにお待ちいただけたらと思います。はい、はい、ということで皆さん本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、もしよろしければ初見で来ていただいた方はチャンネル登録、いつも来ていただいている方は高評価コメントいただければね、ゆうたんさんの、モチベーションも、上がると思いますのでぜひともね皆さんの推しキャラなんかもね、私たちまだ推しキャラ決まってないので、まだ、ちょっとね何も分かってません。そう、まだ、お互い一生終わっただけなので、あんまり他のね、うん、メンバーとか見れてないので、まあ、ぜひともね、推しキャラとか、こういうキャラどうですかっていうのをねコメントいただけたらと思います。はい、ということで皆さん本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また次回のツイステ動画でお会いしましょう。またな。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。